シンデレラは嘲笑う。今さら得た命なんて何になる。どうせなら楽しく使わなきゃ。自分をバカにした母と姉たち、優しいだけの間抜けな王子様、全部全部書き換えよう。そのためにはとても面倒くさいけど、死者の国からクソ作者にお出まし願わねば。それには備え物が必要だ。シンデレラは笑う。これから重ねる犠牲の数を数えて。灰かぶりと馬鹿にされ、蔑まれて生きてきた魂が簡単に救われるとでも思ってた？たとえ誰かに愛されて幸せな時間を過ごしても、足蹴にされた過去は変わらない。心の傷は治らない。愛や時間が全てを癒すなんて甘ったるい幻想を信じてる？受けた傷はじくじくと広がり、膿でただれて腐臭を放ち、いつか心を蝕むの。どうして自分だけ我慢する？傷つけられたら傷つけ返そう。同じ、いやそれ以上の痛みを与えよう。歪むのは簡単。自分の欲望を認めればいいだけ。邪魔するやつは消せばいい。できる限り優しく、できる限り苦痛を長引かせて。ほら見てごらん、痛みに歪む敵の顔。なんて気持ちがいいんだろう。ふと鏡を見た。そこに映る女はとても楽しそうで、心から今の状況を楽しんでいるらしい。口元に浮かぶうっすらとした笑み、歪んだ目元、そのどれもが美しい。ああそうだ、これこそが私の本当の姿。シンデレラは笑いながら次の供え物に武器を突きつけた。加護の力、楽しいね。特に騙し打ちはたまらない。例えばこんな風に、ほらもっと必死になりな。もう終わり？
シンデレラは気づいた。人を欺く楽しさに、人を従える喜びに、シンデレラは気づいてしまった。人に足げにされて生きてきた男の気まぐれな愛で救われた。それらはすべてクソったれな作者の都合。それなら作者すら欺いて自分に都合のいい物語を書かせよう。卑劣。それはシンデレラを焦がす炉の渦に火。